はい、ミラクルコース、英検、ミラクルコース、78。はい、あと1日しかない。あと1日半はある。という場合、何からやりますか？当然、確率から言えば、英作文ですね。テーマ英作文。テーマ英作文も、皆さん、特に、こんなえげつないことまでしていいかというぐらい分析していますね。だから、英語力を身につけたいという純粋な人、あざ笑うかのように、こうやったら点が取れますよというのが、まあ、かなりあります。恐ろしい世界ですね。はい。で、点が欲しければ、はい。こちら貼り付けておきました。Cat English に貼り付けてある、英作文対策。はい。テーマ英作文対策。これを見たら、要領のいい人は点数がぐっと上がります。はい。まあ、上がるのは確かです。今までも一応、エクスペリメントということで、部分的にやってきました。はい。そうしたら、こいつがというあまり可愛くない子が、ですね、点数はギリギリで受かっていました。はい。で、これで一旦受かったら、受かってからもう少し精進する。これは必要ですよ。うん。でも、受かろうというんだったら、確かに効果があります。はい。あと、上がるところはですね、はい。リスニング、ね。相手を聞き取る。相手をっていうか、リスニングコンプリヘンションですから、読解問題でね。大して罠はない。でも、その基礎をやるには、はい。これ、一日でもやれる方法はあります。はい。これも貼り付けてあります。魔法の呪文。はい。確かに。点数は上がります。これも。これは何て言いますか。うん。音読。それから、なるべく早く言う。うん。これが大事やね。これが大事。しかし、それは隠し味ではありまし、あるいは隠し味というか何かでありまして、実際あるには、45万円の値打ち、小林先生。はい、そうですね。はい。これのもうちょっと本格的なのは、泉幸男、ポリグロート、10カ国語をよどみなく喋る。というモンスターがおります。はい。はい。でも、まあ、それは置いといて、ミスター小林の言うことを聞いておれば、はい、確かに魔法は効きますね。はい、OK ですか。点数を取ろうと思ったら、これで1日、はい、1日半あれば点数は上がってしまう。うん。あと最後に復習しましょう。一番上がるのは何かっていうと、これから出すぞって言ってる、デルタンっていうかなんかありますね。オーブン車のね。うん。あれが頭に入ったらいい。うん。やり方は、はい、いつも言ってるように、習慣です。頭を洗脳する。はい。ブレインウォッシュ。中国語からの入った英語というわけですが、はい。まず、タク、アブストラクト、障害物、障害物。はい、これにタイムリミットですね。タイムリミットがあるわけですから、どうやって叩き込むかということになってきます。取り除くは、get rid of, eliminate。うん。それから、克服する。overcome。コンクエストは何ですか？コンクエスト、征服する。征服するぞ。コンクエスト。欧米に、どうする？ obey、従うぞ。obey。うん。put off, postpone, call of cancel。はい。
OK ですね。はい、よかった。はい、good luck。